MVP 一筋、現役ベストナイン。メジャーに行かず、日本で活躍することを選んだ MPB の現役レジェンド選手で打線組んだ。1番、セカンド、山田哲人、トリプルスリー3回。2番、レフト、近藤健介、2023に冠王。3番、ライト、柳田悠岐、2015、2020、MVP。4番、サード、中村剛也、ホームラン王6回。5番、キャッチャー、森友哉、2019 MVP。6番、DH、山川穂高、2018 MVP。7番、ファースト、浅村秀人、ベストナイン8回。8番、センター、丸義弘、2017-18 MVP。9番、ショート、坂本彩人、2019 MVP。ピッチャー、菅野智之、2014-2020 MVP、2017-18 沢村賞。こいつら MVP の誇りやで。でもそいつら全員合わせても、大谷の年俸に届かないやん。大谷は後払いだから、年俸しょぼいやん。柳田だけは見てみたかった。山田柳田坂本いなかったら MPB は滅んでたな。こん中で MLB 行って活躍できたのって誰なんだろうな。坂本とかメジャーイケイケ言われてたけど、自己判断で無理やったしどうなんやろう。一番あったのは柳田かなぁと個人的に思う。行かなかったんやなくて、行けなかった奴が混ざっとるやん。山田、丸は、筒香と似たような典型的な MPB 戦タイプの選手。坂本はショートだから無理、森と今度はチビだから無理。柳田くらいやな、行かなくてよかったのかって思うのは。そもそも、メジャー目指す気が全くなかった奴らも、混じってる中村、山川、森、浅村、丸、あたり。ってほとんど元西武組やんけ。日本の守備型バント野球も面白いけど、その中で、スケールの大きいプレーを楽しめる、貴重な選手たち。もうメジャー行くことが勝ち組って、時代じゃないからな。坂本は、世界大会も毎回出てくれてたし、日本野球界に最も貢献してる、選手だな。野手はまだまだ厳しい投手は、誰でも可能性ある。野手特に内野は成功例なさすぎて、行く気になれないと思う。行けば、活躍した可能性もあるけど、残って NPB で活躍してくれるのも、ファンとしては嬉しいわ。日本にいても、一生遊んで暮らせる金は、稼げただろ。